赤井秀和は、日本の俳優、タレント、元プロボクサー、プランニング名所属、血液型は A 型、身長178センチメートル、体重82キログラム、大阪府大阪市西成区出身、大阪市立今宮中学校、市立何和高等学校、近畿大学小学部卒、ボクサーとして、何和のロッキーの異名を取る活躍を見せた後、 俳優に転身。現在は大阪ではバラエティタレントとしての活動、東京では俳優としての活動が主体である。中学、高校時代は喧嘩に負けたことがなく、大阪一帯にその名は響き渡っていた。自分より弱い者には全く手は出さず、常にここで一番強いの誰や、勝負せい、といった同情や無理的な喧嘩を繰り返していたとされている。 しかし、辞伝などによれば、両手の指に数えられるくらいしかしたことがないと主張をしている。同世代に同じく喧嘩が強いとされていた前田明がおり、この二人のエピソードをもとに、喧嘩の花道という作品が作られている。当時、近隣で有名な不良であった。 亀田三兄弟が高校に進学したら赤いを倒すと不意調しているのを聞きつけ学校をサボって亀田長条の通う中学に乗り込み土月に行った。四郎くんはまだ小学生だったと回想している。高校受験の際には平岩で大阪府立住吉高等学校も受験し富泉屋人にアミスしたという。住吉高校の受験では同学年であった。 北村正秀にその姿を目撃されていた。その時はまだお互いが誰であるかは知らなかったものの、決起盛んな双方はメンチを切り合って、一触即発の危機となる。受験会場のため、喧嘩は回避されたが、後日、宮尾は、それが赤いであったことを知り、安心したと同時に、赤いの不合格を祈ったと語っている。合格発表の際、自分の受験番号よりも先に、 赤井の受験番号を探し、赤井の不合格を確認するとほっと胸を撫で下ろしたという。くしくもこの時に出会った二人は、後に同じボクサーから芸能界への道を歩み、さらには友情を築くことになった。赤井は宮城、宮雅は、赤井と呼び合う。なお、住吉高校は、雅の相方であると見ず県も受験しており、県も合格している。雅は、 スーパーウェルター級のランカーであり、赤井が所持していたスーパーライト級より重い階級である。なお、一度だけ赤井と宮尾はスパーリングを行ったことがある。先輩で、なおかつ階級が下の赤井に教えてやろうと思ったが、赤井の左ジャブを浴びるたびに、棍棒で鼻をつかれるような衝撃を受け、こいつには勝てないと悟ったという。何は高等学校入学と同時に、 ボクシング部で活躍し、3年生にライトウェルター級で、インターハイ、アジアジュニアアマチュアボクシング選手権を優勝した、実績を引っ下げて、近畿大学進学、東京オリンピック日本代表、浜田義次郎の指導を受けた。波高の2学年下のインターハイチャンピオン、久喜田周吉とは、今も交友がある。同期で、大阪のライバル、波小高校のボクシング部には、 あとの1984年ロサンゼルスオリンピック日本代表で名城、ノブオの恩師でもある貢献孔明もいた。貢献は赤井と同じインターハイで優勝している。1980年モスクワオリンピックでも日本代表は確実視されたが結局補欠にとどまる。その後、いわゆる東西冷戦の煽りを受けての日本代表の出場自体により、 モスクワオリンピック出場への道を完全に立たれたことから学生プロボクサーに転校することが決まり、1980年9月愛住、ボクシングジムに入門。アマチュア時代は新進ボクシングジムに在籍していた。プロになってからの赤井は、プロ4戦目の全日本新人王決定戦では、尾崎藤尾に 3RK を勝ちし、ジュニアウェルター級全日本新人王を獲得。 その後も攻撃型ボクサーとして当時の日本記録であるデビュー以来12試合連続ノックアウト勝ちという快挙を成し遂げその試合スタイルから何話のロッキーという愛称がついた強打を武器に世界タイトル獲得も時間の問題とまで言われ試合後のユニークなインタビューのコメントも人気を呼びノンタイトル戦ながら全国中継で取り上げられるまでに注目を集めた 当時関西出身の世界王者、渡辺二郎よりも赤井の人気と知名度は高かった。1983年7月7日、近畿大学記念会館で行われた WBC 世界スーパーライト級タイトルマッチでアメリカのブルース・カリーに挑戦。試合前日の記者会見で7月7日やから7回に倒してパチンコのフィーバーにしたると宣言していたが、 皮肉にも第7ラウンドで TKO 負けを起死してしまい、世界タイトルは逃してしまった。間もなく敗戦のショックにより、引退をほのめかすような一筆を残して失踪。しかし、数日後現役続行を決意する。この世界挑戦敗退後、正式に赤井の専属トレーナーとなるエディタウンゼントは、誰とは明言していないが、そのボクサーは、優れた才能は持っているが、 ボクサーとしては、誘惑に弱すぎた、誘惑の味を知ってからの世界へのスタートは遅すぎるという趣旨の発言を後にしている。この発言は赤井のことを示しているとされている。その後、赤井は再び世界を目指すべく再起をかけることになり、二度目の世界タイトルを目指そうとした前哨戦として、1985年2月5日に開かれた。 大和田正春との試合に臨む。しかしこの試合、赤井はあまりにも大和田の強打に打たれすぎ、またも第7ラウンドでの小負けの後、意識不明に陥る。急性硬膜下血腫、脳座症と診断され、大阪市内の富永病院で回答手術が行われた。搬送時生存率20%、手術後生存率50%と、極めて重篤な状態であったが、 無事に回復。回復後は、ボクサー復帰も視野に入れていたが、医師からボクサーを引退するように勧告を受け、現役を引退する。この精子をさまよっていた時、何は高等学校ボクシング部の先輩であった、藤本義和は、気の早いあるスポーツ紙に追悼文を書くように、依頼されたという。しかし、冗談じゃない。と一周した。その後赤井は、藤本と出会った際に、 ありがとうございましたと、お礼を言ったという。なお赤井は、2009年10月6日未明にフジテレビで放送された特別番組、僕と家族の公式記録で、非公式ながら引退後25年ぶりに、リングへ復帰。1ヶ月に及ぶ禁酒、禁煙と、現在の妻が帯同したトレーニングの末に、現役の WBC 世界バンタム級王者、 長谷川穂積と3ラウンドの公開スパーリングに臨んだ。上記の挑戦では脳座症の影響が懸念されたが、医師による診察の結果、右側頭部にパンチをもらわないとの条件付きで試合を許可。番組制作者も体重を 75kg にまで減らさなければ、挑戦権を剥奪するとの制約を赤井に課す。一方で、トレーニングの途中までは赤井に、 対戦相手を明かさなかった。赤井自身は引退後に節制とは遠藤い生活を続けた影響でトレーニング前には現役時代の前世紀から体重が 16kg も増えていた。しかし50歳の自分が真剣に戦うことで近畿大学ボクシング部の後輩たちにボクシングは素晴らしいとのメッセージを送りたいとの決意を胸に178ラウンドに 及ぶトレーニングで5 2キログラムの減量に成功。この減量で体重が7 5ラムを切ったことから母校の何和高校内に設けられたリングで長谷川との対戦を実現させた。引退後、母校、近畿大学のボクシング部コーチなど後継者育成を行っていたが、1988年に映画、またまた危ない刑事にゲスト出演し、俳優デビューを飾る。 エンドロールには、名前の隣に、のテロップがある。そして1989年に上映された、坂本淳二監督の、とついたる年で、主役デビュー。この映画は、赤井自身のボクサーとしての反省を絡ませた、自伝的作品で、現役最終戦の対戦相手となった、大和田も特別友情出演として登場し、その壮絶なファイトを再現した。主な出演映画は、 どついたる年のほか、幻の光、15歳学校法など、主にキャラクターを生かした熱血タイプの関西人役が多い。東京エレベーターガールでは、妻子が別にありながら、主人公の少女とプラトニックな恋をする巡主役で、レギュラー出演した。ドラマ、高校教師では、生活指導に厳しい体育教師を演じる。また、人間、失格例えば僕が死んだらでは、 死に追い込まれた息子の復讐に奔走する父親役で連続ドラマに初主演し、一役有名になる。その後も、セカンドチャンス、略奪愛、危ない女などの人気ドラマで主演を務めた。また、2013年の大ヒットドラマ、半沢直樹で、前半で主人公、半沢直樹の良きパートナーである、竹下社長を講演し、話題となる。 1993年には、結城奈らと共に、24時間テレビのパーソナリティを務めた。バラエティ番組にも多数出演しており、タレントしても活躍中である。ご機嫌、ブランニューの中では、逆に、馬、の王、等のギャグがある。また番組では下ネタを言ったり、おならをしたりするなど自由奔放なところがある。また放送中に、 スクーバダイビング関連会社のイメージキャラクターとして、プロフェッショナルのモデルダイバーを務めたこともある。前妻との間に二女、再婚した妻との間に二男一女がいる。1998年に、双子の娘が誕生していたが28週の早産で未熟児だったため、桃子ちゃんはわずか3日で、桜子ちゃんは生まれつきの脳難化症という病気により闘病の末7ヶ月で、 亡くなった。なお、前妻との間に生まれた次女のスナマレは、モデル、女優、タレントプロレスラーとして活動している。再婚した妻との間に生まれた長男のエ五ゴロウは、2015年より、アマチュアボクシング選手として、当時オリンピック競技として採用されていなかったため、父が果たせなかったオリンピック出場を目指していたが、左アキレス腱断裂。 左手首の人体断裂と怪我が重なり、五輪の夢は儚く散った。父、赤井秀和もモスクワ五輪に行けず、プロになったため、手術をして、同じように2021年度の東日本新事務で、名門、定権事務からプロボクサーデビューをする予定。再婚した妻との間に生まれた三女の司は2017、ミスユニバースジャパン東京大会で審査員。 特別賞を受賞した。ドラマで赤井が共演する機会が多いのが、どうもと強しである。人間、失格例えば僕が死んだらや、セカンドチャンス、ツーハート、恋して死にたいにて共演しており、縁が深い。またこれらの3作はいずれも TBS の伊藤はじめ広プロデュース作品である。大阪新世界に赤井はじめ彼の先輩、後輩たちが立ち寄っていた。 福カ活店、ダルマがある。赤井は学生時代以来、ボクシングの練習の帰りや、引退してからは大阪に来るたびに立ち寄る常連客であった。しかし、2000年頃、店主の病気の関係上から廃業を検討していた。赤井はこのままではいけない、なんとか存続させたいと奔走し、高校時代のボクシング部の後輩を引き抜き、店主の下で修行をさせた。こうして、 ダルマは、再びのれんを挙げ、以降も2号店、3号店をオープンさせる盛況となった。2011年8月7日、日本アマチュアボクシング連盟特別委員会の決定として、プロ経験者のアマチュアボクシング復帰を認める規則により、アマチュアボクシング指導資格の適用第一号となる。2012年10月、2009年に部員の不祥事により、 廃部になっていた母校近畿大学ボクシング部が活動再開するにあたり、総監督に就任。これにより指導者としてではあるが、赤井は再びボクシング界に復帰した。その後、大阪県でのテレビのレギュラー番組がなくなったことにより来半及び部員への定期的な指導が難しくなったことから、2016年4月に総監督を退任して名誉監督となった。 ありがとうございます。